サンドリンガムハウスサンドリンガムハウスは、イギリスのノーフォーク州、サンドリンガムにあるイギリス王室所有の別邸。バルモラル城と同様、サンドリンガムは、ロイヤルエステートの一部ではなく王室の私的財産で、ある。サンドリンガムエステート全体の面積は2万エーカー、81平方キロメートル。現在も、 イギリス王室のクリスマスの旧価値として使用されている。18世紀後半コーニッシュヘンリーが建てた館に、始まり、1843年にチャーレズ、スペンサー・カウパーの手を経て、皇太子、アルバートの所有となった。1862年、当時皇太子のアルバートのために買い求められた、別邸で、翌1863年アルバートとアレクサンドラ・オブ・デンマークが、 新婚早々の住居として住んだ。ヨークコテジエドワード7世に次いで、ジョージ5世もサンドリンガムを好み、1895年、ジョージ6世はサンドリンガムハウスのヨークコテジで生まれた。1905年に生まれた、ジョン王子は、転換病状が悪化した晩年は、サンドリンガムハウス宮殿敷地内のウッド農場にて、ガバネスと共に暮らしていたという。1915年に、 ドイツ軍のチェッペリン飛行船の爆撃で穴ができたが、ジョージ6世はその穴をアヒルの池にした。1936年、71歳のジョージ5世はサンドリンガムハウスで死亡した。エドワード8世が退位した1936年、彼は自分が相続した私的財産を自動的に相続放棄しなかった。代わって即位したジョージ6世は、 兄エドワードからバルモラルやサンドリンガムハウスを明白に買い取らなければならなかった。そのため、二つの王室の邸宅は王室の私的な避難所となったままなのである。サンドリンガムは現在、イギリス王室の離宮となっており、エリザベス2世とエディンバラ公フィリップが毎年冬の避難地としている。1932年のクリスマスの日、サンドリンガムでジョージ5世は、 クリスマス演説のラジオ系放送を初めて行い、それから25年後、エリザベス2世もクリスマス演説をここの図書室から初めてテレビ、中継した。ありがとうございます。